はいじゃあそれでは講義を始めていきますはいじゃあそれではですね皆さんお手元テキストを開いてください続きましてこちらですね問題の2ですねで問題の2はこちら設問1と設問2を同時に進めていきますのでまだね解いていないという方はこちら今回は 計算問題ございますので計算問題と次数の問題合わせて20分間時間をですねしっかりととっていただきましてまず回答を進めてください。で回答が終わったらですねこちら再度視聴いただければと思います。はいじゃあそれではですねもう回答したという全体で解説を進めていきますとちょっと見てくださいまずは設問文ですね。問の見てください ワインを商品 A チーズを商品 B とした時って書いてありますねリフト値これは覚えておいてくださいまあ今回ね、リフト値についてはしっかり学習していきますが皆さんはリフト値という言葉一次試験にもうすでに出題済みですということは二次の事例では一次に出た言葉は 補足なくいきなり問われる可能性が過去の事例のケースを見ていてもありうるということですねですから皆さんはこの手の言葉リフト値一時試験に出たそういう言葉はしっかりとこの定義とか例えば計算の方法ならば計算方法とかをしっかりインプットしておいてくださいまあその辺もね あの踏まえまして今回はオリジナルで問題作ってますからぜひねこちらリフト値については完璧にしていただきたいと思いますはいじゃあそしてリフト値の値を求めようでリフト値と計算式ですから計算式がこれちゃんとねこう計算式を覚えてなければなかなかね点数取れないという内容になりますのでまあ A 欄と B 欄しっかりできるかといったところ皆さん確認を進めていただきたいとまずこちらが設問1になります。 で、先に行きましょう説問2も見ていきましょうね説問2の説問要求は B 社では売上増加と粗利率の向上の一環として実はこの粗利率の向上というのが今回の制約条件になっております粗利を向上させるで続いていきましょう「設問1」で算出したさあここ一貫性ですね1と2で、 ちゃんと設問構成がなされていてそして設問2のところで「設問1で算出した」とか「設問1を踏まえて」なんて問題が出たらこれはちゃんとこの問題の中での一貫性というのが問われますよとそしていきましょうリフト値を高めるためリフト値そのものを高くしていこうで次いきましょう インンストアプロモーションさあ皆さん中小化ブロックシートのどこの知識を使っていけばいいのかこれちゃんと確認しておいてください。でそしていきましょうどのような施策ですから客数をアップさせるのかまあ客単価をアップさせるのかこの辺のウエイトっていうのも大事になりますね。でそしてこのインスタプロモーションですからインスタプロモーションですから。 店内のの話になりますよととこの辺重要視していいいたただきたいと思いますでさらにまあ考えられるかですからここは「類推」で具体的にと書いてありますからある程度具体的な施策を書いていかないとちょっと難しいんじゃないかなというのが今回の説問の2になりますはいじゃあそれではですねここまで踏まえた上でいきましょう。まずは リフト値を計算していくわけなんですが式を考える前にちょっとねこちらホワイトボードを見てくださいまずリフト値って何ですかといったところでこの定義は必ず覚えておきましょうもうこれね一次試験では出題済みですので皆さんはこの時点ではやっぱり覚えていなければいけない内容となりますさあ上からいきますよリフト値高いほどその事象が起こりやすい。 ま,あまずこれが定義ですね高いほど起こりやすいっていうことはまあ数値が高ければ高いほどいいんじゃないですかというふうに当たりをつけていただければと思います。で続いていきましょうじゃあこれをもうちょっと噛み砕いていきますと今回の問題の場合には商品 A の勾配が商品 B の勾配をどの程度持ち上げるか持ち上げるっていうかリフトですねリフト。 それののの持ち上げるっていう意味ででリフトの値ですじゃあこの「持ち上げる」という言葉をもう少しマーケティング的な言葉に落とし込んでいきますとこれは購買促進させるかまあより多く買わせるかみたいなそんなイメージ「購買促進させるか」というところにマーケティング的な用語だと落とし込むことができます。 はいじゃあそれではですねまずこういったところの定義をしっかり覚えていただきましてじゃあ結論いきましょう結論はこのリフト値は最終的にどことリンクしてくるんですかっていうとここですねリフト値の値これを求めるこの式まず覚えておいてくださいリフト値求めてくださいという問題が出たらまずこちらしっかりと「平倍率割る勾倍率」。 この式は覚えておかないとちょっと出にくいかなと思いますのでまずは平倍率高倍率、ね、これ逆にならないようにしてください。率率ををで割ってリフト値を出しますよともうこれ、ね、公式として覚えちゃった方がいいかなと思いますんでまずこちらしっかりと覚えておいてください。一番こちら最後の式になります はいじゃあそれではですね段階を追って見ていきたいと思うんですけれどもまずですねこの式を考える前にちょっと予見文書を確認しないとわからないですねどの式がどうなのかって言ったとかどの式でどの数値がどうなのかと何にあたるのかとこれ予見文書を見ないとわからないのでちょっと予見の分析から進めていきましょうよろしいでしょうかはいじゃあ予見文いきますねまずは一段落目から一段落目は B シャワーと書いてありますさあ。あ 地方都市 X にある地域密着型のローカルスーパーと書いてありますんでさあ皆さんここで抽象化してください抽象化しながら読んでいただくっていうことが後々応用問題で対応するときに応用,問題か応用問題に対応するときにものすごく重要になります。さあ地域密着型ローーーカルスーパとーいうことは証券 さあ皆さん1次試験の店舗販売管理で学習した証券の知識で言うと狭いか狭いか広いかどっちですかこれは証券は狭いっていう形ですね大手の競合と比べると狭いですよと証券がそれは地域密着型っていうことは狭い証券の中でこの辺類推してみてください お客様は何度もリピートでまあ購入してもらえるんだろうなといったところを当たりをつけながらこちら予見文のままず第一段落ねしっかりととていいいたただきたいと思いますで経理念はと言いますとさ戦略的マーケティングの中で重要な経理念お客様第一主義を掲げ1963年に創業して以来県内に12店舗 隣県に四店舗の計十六店舗を出店しているとあります。さあ、十六店舗出店している。これどういうことか。まあその県の中ではそこそこまあ店舗があるけれども、まあ全国的な規模で見たら大手のチェーンよりはちょっと劣るよねという形になります。もちろん一店舗よりは仕入れするときに仕入れを行うときにメーカーさんとか卸しから仕入れを行うときに。 数量割引が得られる可能性は非常に高いんですがやっぱり大手と比べてここ価格競争になってしまうとちょっと厳しいんじゃないかなといったところもこの店舗の数店舗の数が多ければ多いほど単位あたり、まあ、1商品あたたりり商品ののの仕入れの数っていいううは多いでですすよねそうですねそ売り場が100個あれば、ね、売り場が100個っておかしいですね。売り場があ,の100あれば 百個の商品を揃えるってことになりますね1個しか在庫がなくてもそれがこちらの中で言うと16しかなければ16個しか仕入れないという形になります在庫数1個だとするとやはり数量割引は効きにくいので価格競争はしにくいんじゃないかとこういうふうにぜひね考えていただきたいこの辺が予見文章を抽象化しながら読んでいくことが事例のまあ一部にも三も,もそうなんですけれども特に 2段階型の抽象化を要するですね応用問題に有効になりますのでぜひ、まあ、ねそういう読み方っていうのを癖づけていただきたいと思います。はいじゃあそれではいきましょう続いて2段落目創業当初より経営理念を基本精神として顧客の毎日の食生活に貢献し地域密着ごめんなさい顧客密着地域密着型のスーパーマーケットとして営んでおりってありますね。で 地域の顧客にも受け入れられ売り上げは,、ね、れれは順調に伸びているといったところからさあ先ほどの仮説ありましたね読みながら抽象化していったところの考え方仮説当たりをつけたところでリピート率は高いというふうにまあ皆さん認識することができます。ななななんんととく高いいじゃないかなと当たたりをつけた まあ仮説でも結構ですねこうじゃないかなというふうに思ったところに対して2段落目でそれがちゃんとまあ確証できるというかねもう絶対こうだというふうに言い切ることができるようになってくる受け入れられるということはこれはリピート率高くないと難しいですよねというところにつながってきますはいじゃあ続いていきましょう続いてが3段落目 B 社の社長はリレーションシップマーケティングの一環さこの辺ね 重要なキーワードですねリレーションシップマーケティングちょっと忘れちゃった方は一次試験テキスト必ず復習しておいてくださいで、リレーションシップマーケティングの一環としてさらに顧客が買いやすい売れ場作りを目指すために独自のさポイントカードここ大事ですねポイントカードを発 こうしてさ IDPOS この辺も一次試験出てますんで忘れちゃった方は見てくださいね一次試験ス IDPOS を導入したじゃあ今までのポスに対して何が違うのかっていうところが大きなな違いになりますで ID っていうことは山口さんが買ったっていうことがわかるなので独自のポイントカードの中には山口さんがカードを作るならば山口さんの個人データが入ってるわけです でそしてじゃあ何とリンクさせるのかポスデータとリンクさせることによって例えばこの赤ペンをね例えば本日の6時に山口さんは墨田区のセブンイレブンの店舗のねあのスカイツリー店で買いましたということがわかるわけです。誰がが山口さんがとそれが ID ポスじゃなくてポイントカードなしの考え方でいきますとわからない。 たたただ売売れれと赤いペンが売れまし時、ね、でそこに対して「誰が?」というところをくっついてくるまあ誰がっていうことを紐づけていくのがこのポイントカードでありそれをちゃんと読み取って考えていく、まあ、ID ポスという仕組みがあります。で ID ポス導入にあたっては顧客との関係性を深め維持拡大のため個々の顧客を特定するための有用なデータを集めていく必要があると考えているこれに大事ですね。 特に地域密着でリピートっていうことはある程度お客さんが絞られてくるまあ ABC で分かれていくとほとんど A ランクの人っていうのはもうほぼ来るかなとね毎週何回は来るかなというお客さんになってくるかなと思うんですねでそこをちゃんと狙い撃ちしてそのお客さんに対する有効なプロモーションを打っていかないとスーパー難しいですよと地域密着ねで続いていきましょう4段落目はいこのような中 B 社の Y 店で1 定期間におけるアイドゥポスデータを用いて、さあ、ここポイントですね。百人の。ある顧客セグメント、さあ、百人という人数が分かりました。さあ、どこで使いますか、百人、この中で言うと。もう青字で書いてありますけど。全顧客数は百人、この百人っていうのは。今、四段落目のところ読んでいただいた、この百人です。で。マーケット、バスケット分析を行ったと書いてあります。さあ、マーケット、バスケット分析って何ですか。 これはバスケット分析というのはこのバスケット買い物家具なんですねだからまあ一般的には買い物かごを除いて山口さんはこの赤いペンとね牛乳とパンとというね何と何と何を一緒に買いましたといったところをちゃんと分析していくのがこのバスケット分析です。 まあちょっとそれをマーケティング的な言葉でマーケットバスケット分析を行いましたとねこんなところが書いてあった行ったとで買い物かごのイメージで考えてくださいバスケットねで続いて分析の結果ワインとチーズの購買に関して次のような結果が得られたさあ次見ていきましょう購買した商品購買した顧客数がワイン20そしてチーズが 40となっておりますだから今回の式の中で言いますとワイン20でそしてチーズ40さあそしてもう一ついきましょうワインかつチーズは10だからワインかつチーズは10人といったところで青字で小さくですね数字書いてありますんで確認をしてみてください。 はいいじゃあよろしいでしでょうか上記のようなデータを活用し顧客の購買行動を分析すべく専門的な助言を求め中小企業診断士のあなたに相談してきましたよと事例になります。はいじゃあそれではですね中見ながら計算進めていきますとまずですねリフト値の式最終的な式はもう皆さんね覚えていただいたかなと思いますすすさあじゃまままずいききよここの中ででつバスケットに入れたわけです。 2つバスケットにね一番上の式まずいきましょう今回は平倍率というのをまず求めていきますんで上側さあまず平倍率は A かつ B まあ今回の事例でいくと A かつ B っていうことはどういうことかっとてい,いうふうに当ててはめてくとまあ公式はもうこのように ABA っていうふうに覚えちゃった方がいいんですが、まあ、今回はワインチーズとなってますんでさあワインかつチーズ。 だかららこちらは2つバスケットに入れましたとねとカゴの中に入れました。で割るこちらさあ商品 A という形でワインで割っていくということはワインを買った商品 A を購買した人の平売率といったところじゃあ何を平売したんですかっていうとこちらチーズ商品 B のチーズも買いましたよといったところになります。でこれは ワインを購入したもうちょっと噛み砕いてきてワインを購入した20人のうち20人のうちこれ割り算すると0.5になりますね50%に当たる10人の方が10人の方がチーズを購入しているチーズをだからヘバしているという風に考えてくださいこれよろしいでしょうかねワインを購入したねワインを購入した20人のうち この10人ね10人ということは20の10ですからこれは50%ですね半分0.5の人がチーズを購入してますよチーズもかチーズも購入してますよまずこれが平倍率の式で数値は0.5になりますすると先ほど覚えていただきたかった式のこちらにまずはきます0.5と0.5はリンクしてきますさあで続いていきましょう下側今度 併売率は計算しましまた。じゃあ高倍率を考えていきましょう。じゃあチーズはね全顧客数100人のうち40人40人買ってますよということは全顧客数のうち全顧客数のうちチーズを購入する方は40%ね40%の方が購入してますよということなんです。それをまあですから最終的に。 こちら0.4というふうに持っていきますとすると割り算をしてリフト値というのを出していきますじゃあリフト値は高いほどいいよというふうに言われているんですがここでポイントなのがじゃあリフト値っていうのはじゃあどういう意味なんですかっていうのをもうちょっと噛み砕いていきたいと思うんですけれどもまずそれをじゃあどういうふうにね噛み砕くのかというとまずはワインワインありますね。ワイン 商品 A ですねワイン A を購入した顧客がいますねワイン A を購入した顧客の中でチーズ商品 B ですねチーズも同時購入する顧客まあ確率言ってもいいでしょうその顧客の確率がこれ0.5なわけです50%ねでその確率がこちら次下ですね下。でこのチーズ 全顧客数のうちチーズを購入する確率これ0.4じゃないですかの何倍に当たるかっていうのがリフト値です。だから一応リフト値っていうのは倍というのは使ったり使わなかったりしてます物の本で。が今回1.25というふうにさせていただいてるんですけど1.25倍というふうに考えていただいてもオッケーですこの辺ね。だからこの辺の定義しっかり覚えておいてください噛み砕いてねワインワイン ありますね商品 A を購入した顧客の中でチーズチーズをこちらね買うお客さん購入する併売するお客さんの確率0.5ですそれが全顧客数のうちにチーズ今度はチーズにクローズアップしてチーズを購入するこちら確率0.4ですね40の何倍ありますかというところの計算になりますちょっとしつこいんですけれどもここですね 数字の時計あの得意な理系のことととだっったらスラッといけけるんですけどちょっと苦手当時私もですね文系なんてそんな得意じゃないんでちゃんと言葉で噛み砕かないとちょっと分かりにくいっていうところ当時もありましたんでその辺はねしっかりと皆さん今のような形何倍ですかと倍とは使わないんですけど一応そういうイメージで捉えていただきたいと。でもし分かんなくなっちゃったなってした人はまずこれ絶対覚えるあと計算式覚えていけば必ず出ますんで、まあ、しっかりとね計算はまずできるようにしていただきたいっていうのが 説問1の内容とあと回答の方を見ていただきますとリフト値の計算ねこちら書いてありますんでしっかりとねこちらの式は覚えておいていただければと思いますさあじゃあ続いていきましょう計算だけならばいいんですけど多分計算だけに終わらないのが、まあ、最近の事例の2の問題になりますんで説問の続いて2いきますねで2は先ほど読みました今回の制約条件はこちらです。あら利益を向上とね 利益の向上の一環さあ「あ利益」と書いてあるところがちょっと厄介なわけですねじゃあどうするのかで今回のポイントはじゃあリフト値を高めるためのインスタープロモーションにつながるわけですねリフト値を高めめるためのインンスタープロモーションその中でまあじゃあどちらを考えていくのかっていうと、まあ、これはなかなか難しいですね購買率を増やすこれはまあどうやったら増やせるかっていった時に考えた時には価格を下げれば多分チーズ買うと思うんですね がここで注意していただきたいのが今回インスタープロモーションさあ皆さん中小化ブロックシート見てくださいいくつかの切り口が考えられますさあインスタープロモーション皆さん番号よろしいですねちゃんと覚えておいてください後ろの中小化ブロックシートも覚えてくださいね中小化ブロックシートのインスタープロモーションっつったらここにあったなっていうのをパッとページ開けるようにもしくはもうカードにしてる方もいますんでカードをパッとね思い出せるようにしていただきたいとはいじゃあきましょうインスタープロモーション見てください目的とかはいいと思います 価格主導型と非価格主導型がありますさあどちらを使いますかこれをまず考えなきゃいけないもちろん価格主導型で値下げとかをすればこちらいきますね全顧客数の中のこちらチーズ買う人っていうのは基本的に増えていきます増えていきますが今回考えなきゃいけないのは今回考えなきゃいけないのはリフト値を高めるって言ったところですね こっちリフト値を高めるってまたこれ制約条件なんですよリフト値を高めるためのインスタプロモーションこれ設問要求としてあるんでじゃリフト値を高めるためにはどっちを高めなきゃいけないのと価格下げてこっち側というふうに考えていくとそれ下げればチーズ下げればチーズ買えますよねたくさん買えますねワイン買った人の中でチーズが半額だったらチーズ買おうというところになりますそれが価格主導型の ISP だとそちらに転ぶ確率が高い でそこで重要なのがもう一つ、はい、制約条件あ粗利,利率の向上とリフト値で価格に転ぶと荒利は減りますよねそうですね半額にしたらそれだけ粗利率っていうのは減っていくもちろん売り上げ上がるかもしれないんですけど粗利率が減っていくだからそこで価格主導型厳しいんじゃないかでもう一つの制約条件がこちら、はい、リフト値を高めるんですからリフト値を高めるっていうことはこっちが分子でこっちが分母ということは どちらかというとこっちを高めないといけないですねで、こっちを低めるっていう考え方っていうのはなかなか使いにくいですねこれはなかなか使いにくいのでこっちを高めていくならばこの0.5というところを高めるようにしてあげなければいけないのではないかそうですね分母より分子が大きくなればリフト値っていうのは上がっていきますこちら 数字ですよねだから皆さんはこの0.5というところをどうやって上げていくかさあいきましょうで価格主導型はちょっと分が悪いもちろん罰にはならないんですけどより多く点数を取っていくためにはこういった試験員の先生が設定してある説問要求をちゃんと読み取ってその説問要求に合わせてその中の制約条件にちゃんと合わせて回答していかないとなかなか点数は取れません。 だから皆さん、ぜひですね価格よりも非価格主導型かなとでいきましょうノベルティサンプリングクロスマーチャンダイジングデモンストレーション販売あとはフリーケントショッパーズプログラムまあフリーケントショッパーズプログラムみたいな感じは打ち出してますよねカードがありますので,でその中の何をチョイスして考えるかでもう一つ考えていただきたいのはこちらさあいきましょう客単価の向上策といったところも皆さんねさあ 中小株シートありますまずは売上増加の時に考えなきゃいけないのはリピート率ここを重視しているってことはお客さんは何度も来ているのかななんてところで考えてそのお客さんが1品じゃなくて2品3品4品すなわち客単価を上げていくというところになってなおかつ客単価を上げていきつつここですね平倍率を上げるっていうことはどういうどういうインスタプロモーションですか ととなるとこの中で見ていいくののはは、まあ、特売はちょっと違いますよねこの辺はそれぞれブロックシートをちゃんと勘案してみてください買い上げ点数の向上策でまず特売っていうのが書いてある1ブロックシート見てください客単価の向上策さそこを開いてくださいで特売ポップ クロス MD クロスマーチャンダイジング実演販売サンプリングノベルティバンドラ販売人的販売あとは同線値を伸ばす売り場レイアウトいろいろと書いてありますどれをピックアップするか特売は価格主導型になってしまいますのでちょっとよろしくないですねとならば今回の回答の方を見ていただきますと制約条件に合わせて書きましたまず見てくださいまず一つはチーズチーズを紹介するで紹介する時にただ陳列じゃなくて このチーズはこれこれこういう地域でねあの実際に製造されてこういうコクがあってとかよくあるじゃないですか先ほどのデパートの地下とかにもチーズ専門のお店ってありますよ、ね、私はあの大阪出張した時にこうねあの阪急デパートかなあの地下行った時に、まあ、今あるのかっていうのはごめんなさいねとその当時もう本当に1か月2か月前に出張した時に見た時にチーズ専門店があってポップすごいしっかりついてましたね。 まあ買わなかったんですけど結構ちょっと高めなのとまああのお土産にはちょっとチーズいきなり買っていくっていうのはどうかなと思ったんでまあ買わなかったんですけれどもまあこちらですねやっぱりポップでちゃんと紹介していけばそのワインと合うものはこれだとかこういう風に飲んでほしいとかフルボディのワインにはこれだとかそういうふうにねミディアンボディにはこれだみたいなところになってくるのかなと。だからまず初めのの回答のところで様々なチーズを紹介した ポップはい回答のところですねポップを掲載するそれがインストはプロモーションの中の非価格主導型になりますでそしてもう一つはい客単価も上げますねでもう一つ客単価客単価ですねこちら客単価の中のじゃあこちら買い上げ点数ですね買い上げ点数の向上策になりますじゃなぜ買い上げ点数かってよろしいですねちょっと説明忘れましたが平売率を上げるってことは買い上げ点数を上げていくところに繋がっていきますこの辺は リフト値の考え方とインスタプロモーションと客単価の向上策っていうのはリンクさせてこの機会に覚えちゃってくださいこの辺は試験員の先生たちの団体ではこの辺のね学習っていうのはすごい講義で教えてますなぜ講義で教えてるのかっていうとまあその講義受けたことあるわけですもともとスーパー勤めていたんでこういうふうに上げてくださいねとねこういうふうに考えてくださいねっていうのはずっと受けてましたでそれをまたその試験員の先生の団体がまあ作った ね、教材とかで私がコンサルしているメーカーさんで逆に私が教えたりするんですよ小売業に対してメーカーさん食品メーカーさんでコンサルするときに、まあ、コンサルティング整理するときにこういうふうに考えていきましょうと売り場の人とこういうふうにまあアプローチしましょうと、まあ、最近のね大きい会社さん面白いんでやっぱりね研修教材はまあそういうシンクタンクとかにお願いしてで後者はうちの会社に全部お願いするみたいなこういう形でやってるんですね だからそういったところでまあ私はなんで資金の先生の話が結構出てくるのかっていうとその先生たちの団体の作ったねあの教材で私結構事業講義の方を担当したりするんですよだからこの辺の内容も絡めて覚えておかないとマーケティングでやっぱ点数なかなか取れないというところになります。はい、でそしてクロス MD クロス MD っていうことはも,うもろ平廃率を上げていくといったところになりますんでじゃあ関連購買を促進させると。 ましたポップとクロセムリ、ま、たね他の考えがあったら皆さんそれぞれ使っていただきたいと思うんですけどまあ確率的にねあの点数取りやすいこういった回答を私ご用意しましたんでぜひね皆さんインプットをしっかりと進めていただきたいと思います。はいまあ、この辺はね知ってないとなかなかできないんですけど皆さんはリフト値と抽象化ブロックシートね皆さんの後ろの部分の客単価の向上策とあとはインスタープロモーション。 これを絡めてインプット必ずしておいてください。はいじゃあよろしいでしょうか。じゃあそれではですねちょっと式ごちゃごちゃしてますがしっかりとこちらを移してください。よろしくお願いします。